余計なものなどないよね。全てが君と僕との愛の構えさ。少しくらいの嘘やわがままも、まるで僕を試すような恋人のフレーズになる。このまま二人で夢を揃えて、何気なく暮らさないか。愛には愛で感じ合おうよ。ガラスケースに並ばないように何度も言うよ。残さず言うよ。君が溢れてる言葉は心を超えない。とても伝えたがるけど、心に勝てない。君に会いたくて、会えなくて、寂しい夜。星の屋根に守られて、恋人の切なさ知った。このまま二人で朝を迎えて、いつまでも暮らさないか。愛には愛で感じ合おうよ。恋の手触り消えないように何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。迷わずに Say yes。 迷わずに愛には愛で感じ合おうよ。恋の手触り消えないように何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。はい、こんばんは。今日はまずね、チャガンズアスカさんの Say Yes でした。じゃあ次これ行こう。同じくチャガンズの周りの可愛い子が。遠く遠く、どこまでも遠く、流れる川で、暮れかかる空にあなた思い、今日も待っています。愛しい人よ、私は歌う。専門の言葉、願いを込めて。遠い昔のおとぎ話の恋のように。どれだけ待てばいいのですか？続かないよ。二人の定め、知らぬ川は、歩みを乗せて、流れていくようで。会えぬ辛さを語れぬ日々よ、私は思う。せめてこの髪があなたのもとへ伸びるぐらいになれと。愛しい人よ、帰らぬ人よ、私の愛を遮るものは、深く冷たいこの川の流れだけなのでしょうか。どれだけ待てばいいのですか？続かないよ。二人の定め、知らぬ川は、歩みを乗せて、流れていくようで。はい、じゃあ次はこれ。次もしゃがんだすかね。これいこうか。今度ドラマ主題かね。振り返ればやつがいるね、あれ。石黒賢ちゃんとか、千と千尋ですよ、あのやつね、の主題歌か。必ず手に入れたいものは、誰にも知られたくない。癪ある甘そうな話なら、一度は触れてみたいさ。勇気だ愛だと騒ぎ立てずに、その気になればいい。疲
だんだん拳を使えずに言葉をなくしてないかい。傷つけられたら牙を向け、自分をなくさぬために、今から一緒に、これから一緒に殴りに行こうか。やー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 、いっそ激しく切ればいい。丸い刃は治りたい。後に残る傷跡は無理には隠せはしない。夜明けだ朝だと騒ぎ立てずに、その目を開ければいい。生きることは悲しいかい、信じることはないかい。わずかな力が沈まぬ限り、涙はいつも振り切れる。今からそいつを、これからそいつを殴りに行こうか。やー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 、やー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 、半銀じゃやまない心で、半銀じゃ消えない心で、首にかかった拳、 T シャツを脱ぐように胸にしまった季節を抱くように、やー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 、やや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 やハギじゃややややややや、ハギじゃ、はい、これ振り返ればやつがいるの主題歌、やややね。じゃあ次はこれ、最後はこれ行こうか。ミキさんのプライド、なんか急に歌いたくなっちゃった。プライド、私は今南の一つ星を見上げて、光った、どんな時も微笑みを絶やさずに歩いていこうと、あなたを思うとただ切なくて、涙を流しては星に願いを、月に祈りを捧げるためだけに生きてきた。だけど今はあなたへの愛こそが私のプライド。優しさとは許し合うことを知る最後の真実。わがままさえ愛しく思えたなら本当に幸せ。あなたは私に自由と孤独を教えてくれた人。夜が来るたびに無口になって震える肩を抱きしめていた。だけど今はあなたへの愛こそが私のプライド。いつか私も空を飛べるはず、ずっと信じていた。翼があったら飛んで行くのに、あなたの胸に今すぐにでも見上げてみて。南の一つ星よ、素敵な星空でしょう。私は今あなたへの愛だけに笑って泣いてる。あ、そうか。なかなかね、布袋さんとなんか二人の愛を感じるといいね、歌詞がね。じゃあ今日のオープニングこの辺にして、じゃあ今日もね、じゃあ YouTube でライブ配信したいと思います。じゃあ YouTube でライブ配信ね。ああ、もうレジも来たからね、急ごう急ごう。うん。ああ。じゃあ、ここは YouTube で。生存確認の一環ね。ああ。何回だってあっという間に時間経っちゃうね。今日、カメラマン来てたからさ、あれを最初に見て、隣に回して。
0時過ぎると本当に経つの早いね、やっぱね。次の日あること考えちゃうとね。どこの配信具合。2021年。もう10月の12日火曜深夜、もう今日はね、火曜深夜だからね、爆笑問題だね。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に煮込んだのさ。初めて泳いだ海の底と、でも気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。難破船が僕の住処。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんはね。今夜はね、泳ぐたい焼きくんを歌いました。2021年10月の12日火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつもの泳ぐさりげなく生存確認の一環として、こんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。松さんどうもね。さなやさんどうも。ありがとうね。じゃあ、次は行こうか。泳ぐたい焼きくんの質問は次はこれ。今度はこれいこうか。東京キッド行こうか。みたらしばりさんの。ああ、どうも。歌も楽しいや、東京キッド。粋でおしゃれで、ほがらかで。右のポッケには夢がある。左のポッケにはチューインガム。空を見たけりゃ、ビルの屋根。潜りたくなりゃ、マンホール。歌も楽しいや、東京キッド。
泣くも笑うものんびりと、金は一つもなくてもフランス香水チョコレート、空を見たけりゃビルの屋根、潜りたくなりゃマンホール、歌も楽しいや盗聴器と、腕も自慢で喉自慢、いつもスイングジャズの歌、踊る踊りはギターバーグ、空を見たけりゃビルの屋根、潜りたくなりゃマンホール。はい、どうもね。はい、盗聴器でした。どうも。はい、盗聴さんどうもね。ね、こうちゃんどうもね。うん、はい、かとちゃんぺね。はい、どうも。いいかな、これ。かとちゃんぺ、これでいいかな。どうも。じゃあ次これいこうか。うん、これいこうか。これいこうか。青い山脈行こう、おなじみ。青い山脈。どうぞね、青い山脈ね。うん。若く明るい歌声に、なだれは消える花も咲く。青い山脈、雪割り桜。空の果て、今日も我らの夢を呼ぶ。古い浮気よさようなら、寂しい夢よさようなら、青い山脈、バラ色く燃え、憧れの旅の乙女に鳥もなく。雨濡れてる焼け跡の名もない花も降り仰ぐ青い山脈、輝く峰の懐かしさ、見れば涙がまた滲む。父も夢見た、母も見た、旅路の果てのその果ての青い山脈、緑の谷へ旅を行く若い我らに鐘が鳴る。今度これ行こうか。歌はやめないよ。どうもね、ありがとうね。こんばんは。どうも。JP さんどうも、カナさんどうもね、白山さんどうもね、サバカナさんどうもね、うん。今夜はね、刺身、カツオの刺身食おうと思ってます。その前に、じゃあ今度これ行こうか。勝手にしやがれ、悪龍さんです。勝手にしやがれ。壁際に願い打って背中で聞いている。やっぱりお前は出ていくんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。言ったきりなら幸せになるがいい。眠る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しは格好つけさせてくれ。寝たふりしてる間に出て行ってくれ。バーボンのボトルを抱いて夜更けの窓に立つ。お前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと送って
てみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない。愛というのに照れてただけだよ。夜というのに派手なレコードかけて、朝までふざけよう。ワンマンショーで。夜というのに派手なレコードかけて、朝までふざけよう。ワンマンショーで。じゃない大丈夫よ、本物よ、どうもありがとうね、ジミさんどうも、哲也さんどうもね、ナミさんどうもね、ジミさんもどうもね、皆さん、じゃあ今度これ行こうか、今度これ、今のサラタさんのね、勝手にやがれ、最後はこれで締めようか、今日は、今日の最後はこれで締めようか。また健二さんストリッパーでしみようかな、最後は。最後は沢田健二さんストリッパーでしみたいと思います。残ってるぞ。大丈夫、今賞味期限長いから大丈夫。じゃあ最後はね、ストリッパーでしみましょうか。シールを脱ぎ捨て、ルージュを脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。裸にならなきゃ始まらない一生の始まりさ。過去を脱ぎ捨て、昨日を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。瞳を隠して。逃げ込むなら話にならないぜ。朝でも夜でも真っ昼でも恋はストリッパー。裸の触れ合い。春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー。ミッシェルが書きだぜ。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。嘘を脱ぎ捨て。罪を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。男と女は、アダムとイブ、可愛いものだよ。未来を脱ぎ捨て、明日を脱ぎ捨て、すべてを脱ぎ捨てたらおいで。弱いとこも、見せきまえば綺麗に変われる。朝でも夜でも真っ昼でも恋はストリッパー。人生のステージ、春でも秋でも真冬でも愛はストリッパー。幕は上がってる。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。俺のすべてを見せてやる。お前のすべてを見たい。はい、どうもね。そうかな、ハロウィンだね。そうね、銀さんどうも。そうね、いろいろあったね。ファミレスはしばらくもう今行かない。湯飲みの楽を覚えちゃう。そう、お店なかなか行けないね。じゃあ今日はもう、1時半も、12時半だ。もうまずじゃあ今日、この辺で今日の親子行くね。白山さんどうもね。今日はね、お刺身。駅前のスーパーでね、買ってきました。宮城県産だ。安かった。宮城県産のカツオの刺身だ。カツオの刺身かな、今日カツオの刺身これ切ってくる。今日カツオの刺身ね、333の半額だ、360の半額か、そう、じゃあこれね、これ切ってくる。カツオの刺身ですよ。
カツオの刺身ですね。今日カツオをね、さっきのカツオを切って買ってきた。でもね、今日カツオにね、みょうがを1パック3つかな、それを刻んで、カツオを適当に切って、みょうがね、で、それで味ぽんか、今日味ぽん買ってきた。600の特大サイズ。3つかの味ぽんをかけて。これで。いつだよ、13年前は。うん、ありがとうね。あ、昔ね、あの人。これね、カツなんだけど、カツオの刺身をね、みょうがかけて、のっけて、適当にね。で、味ぽんで。絡めて。いいね、さっぱりと。こんなもんかな？こんなもんで。いいね。で、これ安かったから、これで330円ぐらいか。うん。6曲入ってね。うん。まあ、いや値段で買っちゃうんだよね。ちょっと適当に混ぜて。絡めて。みょうがとポン酢。カツオを絡めて。これで一杯。いいね、いいね。さっとりしてうまい。そうね、うまい。まあ、醤油だって多いけど、これポン酢だからさ、酸味があるからさ、味ポンだから。ないの？刺身はないですね。うん。食べないよ。49歳。うまい。こっちはこれで今日の一杯。でもすごいか。ハイボール。今日はホッピーだったね。今日はハイボールいきます。宝のドライ。同じにこうして。いきなり大丈夫よ。うん。久保わかんない。そうしているんだ。久保なんとかって。うん。はい、乾杯。今日はカツオとミョウガにハイボール。はい、乾杯。はい、どうも。誰もいないよ。うん。ああ、うまい。生きてないです、40分前は。生まれたと。あ、大輝さんどうも。どうもね。うん。カメ君どうもね。振り向いたよ。誰もいないよ。誰もいないよ。何で行くよ。うん。いないよ。これいないじゃん。誰もいないよ。この世の中に。普通に隣に民家だもん、あれ。隣にアパートあってんだ。アパート。アパートだからよくね。うん。参加だせで。うん。うん。そうだね。うん。まあ、いつもどうじゃない。今夜はね、爆笑問題よ。ジャンクは。カツオと、生のカツオとミョウガ。
このアイスボンのっけて、ご飯食べて。歯応えがあってね、シャキシャキして。マジで。メガナスこれ、文字見えないんで、全然ね。殺さないよ、スーパーの、スーパーで。まいね。カツオは安くていいよ。これで定価で333だもんな、スーパー。カツオ一番安いね、刺身がね。魚の中でもそうだよね。カツオ。刺身だからね、しょうがないよね。ただなんか、本で頼むね。今度ね、丹沢行きたいね、あれ、矢必須峠か。矢必須峠はさ、いきなりだけどさ。そうなのね。やびつ峠バスなんだけど、あれバス少ないからさ、朝、秦野駅か、からバスで行って、やびつ峠から、ぐるっと遠野岳で、を回って、大倉で一泊できればいいよね。そうね。ありがとうね。僕は何見ようかな。爆笑問題だ、こう。爆笑問題。爆笑問題は面白いんだよな、あれな。ムンムンさんの頃ね、マグロ、いや、カツオ。カツオとね、ミョウガね。カツオの柵で売ってたんで、それで一本切って、ミョウガ。これは味ぽん、醤油じゃなくて味ぽんね。かつおを切って、みょうがを適当に切って、で、味ぽんかけて混ぜて。分かったかな、ムンムンさん。で、ハイボール。歯応えがいいな。昔やったけど、今全然この20年ぐらいやってないね。20年の時だからもう30、30年近いかもしれない。さっき前後の頃やったやつだね、パチンコね。悪いね、ごめんなさいね、悪くてね。あ、ジョシューパンさん、どうもね。そうね、その時眠くなっちゃうもんね、1、2回でやってる。すごい眠くなる。寝れないときはしこ、ひ、ひこえてるときによくすぐ寝れちゃうよね。絶対ないですよ、もう、好きにやっていいって言ってから僕はしょうがないから、ああいうのね。見ねえし、僕しこかすなんて関係ねえやな。大丈夫、変わんない、体型は。体型変わんない、体重。体重の子でも60半ばあるもんな。身長が高ければいいけどさ、158センチだからね。60以上からね。どうも太りすぎだよね。160もないんだし、それで。あれ、松重さんだっけ、あの人。TBS ラジオのあのディレクター、この間、ちょっと前やったけどさ、あれ。玉結びでさ、すげえね、身長180センチあって、体重55キロだもん。驚いちゃった。どういう体型かと思っちゃうね、僕からしたら。体重55キロで、身長180までだったよ、松重ディレクターって言うんだけどね、あれ、玉結びやってる人でさ。あれ、松重さんの息子さんね、あれ、ああいうの。
今驚いちゃった体型して。すげえよね、あの人ね。身長が180、体重55なんて。僕から想像できない、あれ。そう、ガリガリガリ。だから腰が悪いって言ってたもんね。腰をすぐ痛めるって。息子いてたでしょ。松井息子だが、そう、その息子さんが今 TBS ラジオのディレクターやってるのね。うん。で、その玉結びの、ディレクターで曲とか選曲したりで、今多分ね、育児休暇取ってみたら TBS 大企業だからさ、ね、あの人も結婚して、子供がもう一人目が生まれたってことで、育児休暇をね、4ヶ月ぐらいするって、今、多分育児休暇中だと思います。この間、奥多摩の帰りにさ、下山しながらラジオ、月曜日休みの時に会ったよね。ちょうど下山で聞いてたんだ。どうもね、もう視聴者の。すごいね、松重でしょ、あれ。もうあの人も結構年だもんな、あれな。書けないよ、多少か、あれ。全然書けるんだよ、僕、ソーブランドに書けたいね。書けるんだったら。ギャンブルなんかに賭けない。やるんだったらやんないけどさ、やるんだったらソープランドの方がいい。まだまだ僕そう思う。ギャンブルなんか金使うんだったら、ソープランドに使った方がいいと思う、僕は。僕そう思うよ。女の子をサーブしてもらった方がいいじゃねえか。ギャンブルなんかバカらしいよな。いかないけどね、お金使わないからね。そりゃそうだ、あんな。ギャンブルなんかもう。宝くじ当たったらね、ソープランド。それしかないです。バカヅラ下げて海外旅行なんかしたいと思わない。高原さん、どうもね。共産党じゃないです。共産主義です。共産党員じゃない。共産主義として、一応共産党も応援するよってこと。共産主義です。その方がいいですよ。海外旅行行くんだったらソープランド行った方がいいよな、絶対ね。味ぽんだからさ、これ結構汁も飲めるよね、これね。まあだって。醤油だと飲めねえ、こんなのね。これ味ぽんだからさ、飲める。新鮮よ、バリバリかぶってますよ。ないんだ。まあ、普通そんなにないと思うじゃん。あ、でも回数いかないから分かんないから。はい、お引き出しました。買わなくていいです、僕。そんな。普通にソープランドでいいよ。池袋とか大塚の街角の角エビでいいです。無理はしない。一 杯とか、もうこれ一本飲んでます、これ。これでよ。一杯とか一本よ。今年、今一杯じゃないよ。これさ、500だからさ、これ。結構な量。どうも。最後か。
今度ね、見たことある電車男。かわいいね、女の子のあの子。パチンコ屋と結婚したの、あの女の子ね。パチンコ屋やってる有名な人さんね、そうでしょ、あれ。電車男の相手役の女の子もね、そうだよね、確かあの女の子もね。サングラスしてるよ、僕もね。あの女の子だよね、あれ。テレビ版の電車男のさ、相手の女の子。あれ、そうだよ、パチンコで儲けてる人結構したんだよね。そう、あ、そうそう。パチンコ屋だよ、パチンコ。ごめんなさいね、サバカンさんね。風邪悪くて。伊藤美咲ちゃんね。どうも、ごめんなさいね、銀さんね。滑舌悪くてね。働いてるの決まってんじゃん。ね。嘘なわけないじゃん。いつも通り仕事から帰宅したいよ。そうなんだ。すごい、ごめんなさいね。いぶき、かぶらないよ。証拠なんで、そんなもん。僕自身が証拠です。証拠は。僕自身が製造してることが証拠です。だから生存確認なんだよ。勝彦さんがね、こうやって製造してること自体が証拠なんで、だから生存確認。仕事しないじゃん、生存できないじゃん。仕事するからお金入ってくるからさ、飲み食いしてもだいぶ入ってくんだよ。そんなもしょうがないじゃん。そんな、わかんない、そんな。まあ、思う人間しょうがないね。信じない人間その程度の人間と思ってますんで、どうもねって感じ。信じない人はしょうがないです。それどうもねって感じ。もうそういう人間ですんでね。タオルよ、洗いまじゃない。黄色いの3本あるんだけど、ね、まだ1回で洗わないもったいないから、3本ぐらいあるんだね、この色のタオルね。それをね、勝彦だとしよう、勝彦です、自分です、自分しかないよ。それでもそれを分かったか、僕は勝彦、自分自身だけ。信じなければそれはしょうがない。そういうこと。それはね、見てる人次第です。しょうがないね、それ。見てる人間、AI とか言ったらしょうがない、それはね。まあ、この辺で終わるね。もう、あ、もう、爆笑問題始まっちゃうね。じゃあ、今日はこの辺で、ありがとうね。おやすみなさいね。ありがとうね、皆さん。どうもありがとう、遅くに。おやすみなさい。どうもね。おやすみなさい。さんどうもね。おずくみね。また明日。もちろん歌ある最後の歌いきます。今夜の最後は、この歌で締めようか。今夜の最後いくよ。最後はこれいこうか。シャランキューさんのシングルベッドで終わろうかな。おなじみ。この歌いいね。流行りの歌も歌えなくて、ダサいはずのこの俺、お前と離れ、1年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心は、おしゃれをしても、車変えても、変化もないまま。
早く忘れるはずのありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させる。シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてが辛くないのに、より道みたいな始まりが2年も続いたあの恋、初めてお前抱いた夜ほら俺の方が震えてたね。恋は石ころよりも溢れてると思ってた、なのにダイヤモンドより見つけられない。シングルベッドで二人涙拭いてた頃、同期から別れ話するかかけてた。あの頃に戻れるならお前を離さない。シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。おやすみなさいね。どこなんで。最後はね、シングルベッドです。ではまたおやすみなさい。またありがとうね。おやすみなさい。ありがとうございます。うん。南郷さん、どうも。明日、うん、もう遅いんでね。さて、オーラス、いつものこれ行こうか。上を向いてる声で。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の日、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、今日はこの辺でおやすみなさい。